はい、プレイボール野間野球人です。ついに来た小林誠司、一軍合流3年ぶりの正捕手奪還目指すということでございまして、巨人の小林誠司選手がですね、明日11日から一軍昇格合流することが分かりました。本当にね、いろんな意見ある選手かなっていうふうには思うんですけれども、いろんなね視点で客観的に今回はお話していこうかなというふうに思います。まず記事から見ていきましょう。はい、巨人小林誠司が11日から一軍昇格へ。巨人小林誠司捕手が11日のオリックス戦から一軍に合流することが9日分かった。小林はキャンプ直前の1月23日に新型コロナウイルスの陽性判定を受けた影響でキャンプは3軍スタートとなった。だが順調な回復具合を見せ、宮崎入り後の2月15日に2軍に合流。現在も2軍で若手とともに懸命に汗を流しているということで、昨年は64試合の出場にとどまり、打率もですね9分3厘と1割を切る悔しいシーズンとなっておりました。小林選手はですね、何か変えないといけないと思っている中で、やっぱり打たないといけないと、オフの自主トレでは1日約1000スイングをノルマに課題の打撃強化に必死に取り組んでいた。強肩と確実なブロッキングなど守備力は誰もが知るところ。キャンプ前にアクシデントに見舞われて出遅れた形となったが、巻き返す時間はある。結果を出し正捕手の座を目指すということで、小林選手ね、いろいろありましたが、ついに、明日から一軍ということでございます。課題っていうのはですね、前と言われている通りやはり打撃力というところなんですけれども、そこもね含めて、通算成績などをチェックしていきましょう。はい、では見ていきましょう。小林誠司選手、プロ9年目、出身地は大阪、1989年6月7日生まれ、32歳、178cm、86kg、ポジションキャッチャーで右投げ右打ち。2013年ドラフト1位指名で、今季年俸は1億円、4年契約の3年目になります。高い守備力を持つ社会人ナンバーワン捕手として1年目から63試合に出場。3年目には規定打席に到達し、翌年にはですね WBC 日本代表にも選出され、正捕手として活躍します。シーズンでは初のゴールデングラブ賞も獲得。しかし近年は住谷選手の加入や大城選手の台頭、さらには自身の度重なる故障などで出場機会が激減。今季も新型コロナに感染し、3軍キャンプスタートとなっておりました。はい、通算で見るとですね、685試合2割1分1厘、345安打15ホーマー8盗塁、BBK が 0.40、 出塁率2割8分、 OPS が 0.554 という成績です。はい、そして昨年はですね64試合に出場、打率がですね0割9分3厘、75打数の7安打1ホーマー、 BBK が 0.04 とめちゃめちゃね低い数字になっております。OPS も 0.277 というところで、特に近年は、本当にですね、打てない選手としてのですね、イメージっていうのが強い小林選手。もっと言うと、昨年2軍でも24試合で1割1分5厘、OPS 0.325 というところで、本当にね、結果が出なかった昨シーズンとなっておりました。はい、で今季はですね3軍スタートとなっていたんですが、2軍に昇格してからはですね、昨日の教育リーグにもスタメンで、1軍昇格がね決まった、今日もですね2番 DH かな、また教育リーグに出場しておりますので、11日から1軍昇格ということになるんですけれども、ではですねこの小林選手を挙げるにあたって巨人の捕手事情はどうなのかというところですね、そこの方もねお話ししていきましょう。はい、では巨人の捕手陣というところを見ていきましょう。巨人の捕手オープン戦の成績見ていくと、大城選手がですね1番出ております。16打席ですね、打率が2割5分1ホーマー、スリー率2割5分で、長打率が5割、 OPS 0.750 という成績です。やはりね、実績もありますし、この感じ見てるとですね、大城選手1人抜けている印象でございます。で岸田選手がですね、次に打席数多いです。10打席で打率が0割、ホームラン0本、出塁率は1割ですね、デッドボールが1個あります。 OPS が 0.100 という成績です。で山瀬選手が2打席立って打率が0割0分0厘、0ホーマー、 OPS も 0.000 という成績でございます。はい、というわけで、巨人のね捕手3選手が、今のところオープン選手をしているんですが、
これを見る限りですね、やはり大城選手が正捕手濃厚、なのは間違いないのかなっていうふうに思います。首脳陣の発言見ていてもですね、守備力、打撃力合わせるとね、まあ、本当にズバ抜けて大城選手が今の巨人軍だと、まあ一番ですね、正捕手にふさわしい選手であるっていうことはね、まあまあ異論はないのかなというふうに思います。はい。で、一方ですね、2番手争いが苦しい状況っていうところもね、ここから見て取れるかなっていうふうに思います。打撃を期待されていた岸田選手っていうのはですね、未だにヒットはありませんし、山瀬選手もね、なかなか視聴機会がなくですね、マスクを被った時も、まあ、抜群の活躍っていうところはね、まあ、現状残していないのかなというふうには感じます。で、そしてですね、巨人の星の通算成績見ていくと、今回取り上げている小林選手がですね、星の出場は675試合、阻止率は3割8分、大城選手が324試合、阻止率が3割6厘というね、成績でございます。で、その次が岸田選手の55試合ですね。まあ、阻止率はかなり高いんですけど、まあ、分母がかなり少ないので、まあ、そこのところを、まあ、一応考慮してと。で、山瀬選手は捕手なしということになりますので、やはりですね、まあ経験からも小林選手は必要な戦力であるっていうのは間違いないのかなっていうふうには思います。もう大城選手の次はね、岸田選手がほぼ試合出てないっていう状態で、まああとは山瀬来たっていうところになりますので、まあなんやかんや言ってもですね、一軍の捕手3人ね、いるとすれば、やっぱり大城小林っていうところはマストである程度必要なのかなというふうに思います。そこからはですね、まあ打力で勝負する岸田選手なのか、将来性を買って山瀬選手や北選手になるのかというところにはなりますよね。まあとにもかくにもですね、やはり小林選手もね、まあ結果が必要になってくる年齢でもありますし、もう33歳にね、今シーズンになっております。このまま行って成績残せずですね、来年もね、不振であれば4年契約っていうのが切れるので、立場は相当危うくなります。まあ本当にですね、どのぐらい成績残していただけるのかっていうところに注目かなっていうふうに思います。はい、では今日は以上です。最後にネットの反応見て終わりましょう。はい、ではネットの反応見ていきましょう。いろいろ言われてるけど、やっぱり必要な戦力の一人なんだよ、頑張ってほしいということですね。まあ本当にね、小林選手ね、良くも悪くも、いろいろ話題になる選手ですし、まあそれは人気があるからで、今回一軍昇格するにあたってですね、ツイッターのトレンド入りもね、しておりましたので、まあまあそこはさすがだなというところですね。で、まあ小林選手ね、正捕手争いっていうところなんですが、まあでも正直、大城選手の方が実力っていうのは、打力ももちろん上ですし、守備力でね、小林選手が、かなり上回ってるとは正直思わないので、まあ、正捕手は誰ってなると、やっぱり現時点では大城選手がね、2歩も3歩もリードしている状態なのかなと。ただ、巨人の捕手陣全体見渡すと、先ほどもね、見ていただいた通り、経験値っていうところで小林選手が群を抜いてるんですよね。そういうところを含めるとですね、やっぱり巨人1軍ね、3人捕手を置くとしたら、その中の1人に小林選手が入ってくるのは当然かなというふうには思います。まあまあ、やっぱりですね、もちろん、大城選手が、まあ、フル出場できればいいんですけど、キャッチャーっていうのは非常に大変なので、まあ、怪我とかのリスクも考えたらですね、やはりある程度ね、途中交代で小林選手っていうところは今シーズンもね、していくところなのかなっていうふうには思いますし、そこ自体は全然いいんじゃないかなっていうふうには客観的には思います。はい、で一方こういう意見もありますね。岸田アカンから小林あげるかっていう思考じゃなくて、この際思い切って山瀬を試してみようっていう思考にならないかねということで、まあ、岸田選手はね、かなりちょっと、打てないと。一方、山瀬選手は、まあ、打席がね、2打席しか与えられていないので、確かにね、もうちょっと、出してほしいっていう気持ちはあるんですけど、まあ、ただね、山瀬選手に関しても、まだまだ一軍レベルのね、感じではありません。まあ、そこはやっぱ首脳陣も見て分かっているのかなっていうふうには思いますし、仮にですね、一軍帯同させて、いても、打席数っていうのは増えないですし、それだと、やっぱね、昨シーズン同様、まだイースタンで、北選手と山瀬選手を回していくっていうね、ところの方が出場機会っていうのも打席数っていうのも増えてね、いいんじゃないかなっていうふうにはまだね思いますので、まあそういうところを含めてもですね、やはりこの体制でいいんじゃないかなっていうふうには思いました。だからね、まあ将来的にはやっぱね、そこの小林選手の位置に山瀬選手が行ってというところ
ところになるのかなっていうふうに思うんですけど、まだ大城選手もね、全然若い年齢ですし、これから数年間安定した活躍っていうのも期待したいので、焦る必要はね、ないかなっていうふうには思うんですよね。なので、まあ、初めはね、ここで始まって、いろいろ怪我とかもありますので、山瀬来たっていうところに、おのずとですね、出番が向いてくるっていうところも、長いね、1年間のシーズンなので、絶対あるかなっていうふうには思いますので、まあ、その時にしっかりと活躍できるようなね、準備っていうのを今の段階からしてほしいなっていうふうには思います。では今日は以上です。よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーの、ゲームセット。ありがとうございました。